はい、どうもメメントです。さあ、今日は神戸に新しくできたビデオショップにやってまいりました。その名もヘルピットビデオでございます。カルトな未公開ゴアムービーを発掘してオフィシャルリリースしまくっている素敵で無敵なインディーレーベル、ビデオバイオレンスリリーシングの代表であるヒロシ・ニコフさんが手掛けるお店でございます。まさにガレージで行われるガレージセールということなんですが、いやー、もうこれ完全に店舗ですね。しかもめちゃめちゃ内容がいい。なんとこの商品たちはヒロシ・ニコフさんの私物コレクションを放出されているそうです。さあ、来たからにはガンガン掘っていきましょう。マーダーケースブック、やばいですね。世界の歴史的猟奇殺人のキラーたちを特集した本ですね。マーダーマニアは必見です。レコードも少し取り扱ってますね。映画のサントラだけではなくて、こうグラインドとかハードコアとかね、まあこういうねゴアムービー好きはね、やっぱりハードコアとか好きなんでね。あとはノイズスカム系ですね。こういうコステスとかね、キングダムスカムとか見ると僕も昔の血が騒いじゃったりする感じなんですけども、いや、いい感じのラインナップですね。これね、レコードもねガンガン追加していってほしいところですよね。さあ、 VHS も見ていきましょう。さすがの濃いコレクション。いやいや、この物量と品揃え半端ないっすよね。こういうサンゲリアなんかのゾンビ系の定番とか名作も抑えつつね、ぶっちぎりにマニアックなカルト系もきっちり揃えていて、マジでパラです。そしてこのポスターかっこいいですよね。ブレインデッドと魔球に挟まれたゾンビ9っていうのがね、このビデオバイオレンスさんがリリースしてるやつで、でこのコーナーにそのレーベルがリリースしてる新品のブルーレイとか DVD 取り扱ってるんで、もちろんネットで買うのもいいんですけど、レーベルオーナーから直接買うのもオツなもんですよね。そして T シャツもあります。このラストハウスオンデッドエンドストリートとかね、もうめちゃめちゃかっこいいですよね。こういったねエクスプロイテーションホラーとかの T シャツとかね、なかなか売ってるとこないんで、こういうところに足しげく通ってね、確実にゲットしていくのをおすすめします。もうね、ヘルピットビデオさんは今のところ土日しか空いてなくて、何やったら必ず開くかっていうわけでもないっていうね、そういうスタイルなんでね、チャンスは限られてるんですよ。欲しいものを見つけたらその場で即買う、全部買う、お金下ろしてきてでも買うと。やっぱレアものを揃えていくにはそれなりの気合がいりますよね。この店はね、定番ものもいっぱいあるんで、例えばこの悪魔の滴りとか人肉饅頭とか、こういったもんからね確実にゲットしていってね、ちょっとずつちょっとずつ変態なものをねガンガン集めていって、倫理的な問題とか道徳的な問題で DVD 化されない VHS とかね、逆に人気なさすぎて DVD 化されてないようなね、そんな非常に珍しくて過激な映像作品を見るにはね、こういうショップの存在が欠かせないわけなんですよ。なんだったらね、このヒロシ・ニコフさんの私物を放出されてるっていうことは、もう何買ってもほぼ当たりっていうのはね、もう間違いないっていうことですからね、もうここに来るしかないですよ。来てね、もういろんなものを買ってね、楽しんでください。みんなでヘルピットを応援していきましょう。僕からは以上です。